こんにちは。さあ前回は残機を結構減らしちゃったから、今回で回復させないとな。80は切らないようにしなきゃ。ってさっさと切らしてんじゃねえか。いきなりスピランねえ。こないだもスピランにたくさん当たったが、あの時は残機がたくさん増えたでしょ。いやだからって今回も増えるわけじゃねえからな。ってここ地味に調整が難しかったんだけど。まあそれぐらいはね、過去にもっと鬼畜なスピランをたくさんやってきたわけだし。まあそうだけど、このパワー持っていこう。何かに使えるかもしれないもんね。ボス戦があったらワンチャン。いやスピランにボス戦はさすがに鬼畜。たまにあるけどね。だがしかしこれをどこまで持っていけるか。でなんか P スイッチもあるわよ。でこれ右に投げるようだったんじゃね。落ち着け、積んだわけじゃない。下がマグマだった時のケアでパウを下に置こう。普通に地面があったわね。それはそれでOK。よし、やっぱり鍵はここか。でこれ進みすぎたら上に運ばれて積んでたんじゃね。いやそこまで考えてなかった。でもこれでゴールね。いやワンナップもできなかった。まあしゃあなしなんだぜ。でまたスピランじゃないの。ここでも残機を持ってかれるか。いや逆に増やしてみてる。まあ意気込みは大事だけど、結果が残せなきゃな。いや少しは応援してくれてもいいじゃん。ギリギリ届かねえか。左のブロックを利用すればジャンプで届きそうだったけど。でも戻れないから時すでに遅し。あれでいけたら大幅なショートカットだったんだけどな。よかったこれだけの花ちゃんがいれば。ああ、フリーアップできるんじゃない。さすが抜け目ないな。じゃあ、しかもすぐそこがゴールだった。だけどここでマイナス3するからチャラです。まさかよ。はあ。まさかまだ呪いが続いてる ?80 機に行けない呪いか。そんなことないってば。ほらね、まずはワンナップ。てか、コインも今96枚だから。これで2アップだ。ほらね、完全に流れがこっちに来てる。これでちゃんとクリアできたらの話だけどな。またあんたここでパスしたりして。この状況でパスはしたくないかな。お、なんだこのドア。2つ連なってるわね。やり直しのドアか。アウトかあれば無理やり入れるけど。すぐそうやって裏道考えやがって。いや別に思わないの。あんたのせいでちょっとは思うけど。ほらね、やっぱ思ってんじゃん。あんたに洗脳されたと言っても過言じゃないわ。それはさすがに過言。お、ここでヨシオさんは嬉しいな。逆にいないと進めないわね。ダメージ食らうんじゃねえぞ。さすがに慎重に行くよ。地味にこの骨攻撃が強かったり。壁を貫通するからな。さあ裏エリア。またフィッシュボーンか。こいつも骨攻撃で利用させてもらおう。いや、食べるんかい。いや、これはヨシオさんが勝手に。で、あんたが操作してるじゃないの。そういうバレバレの嘘はつまんねえぞ。つまぬ。って、ここは一気に抜けたかった。気持ちはわかるけど安全第一よ。大ワンワンに骨攻撃が刺さった。うふふ、時間差攻撃ね。この骨と一緒に進んだら活躍してくれるかもな。ちょっと追いかけてみようか。で、またあんた食べて、今のも骨攻撃で倒せたんじゃね。いや、ついくせですぐ食べちゃうんだよね。これは完全に決まったでしょ。まさか砲台からワンワンが出てくるなんて思わなかったけどね。そしてさらにもう一発。いやー、見てて爽快ね。中間も取れるし、まずは一安心で。ヨシオさんやめて早く追いかけねえと。あーでも新しいヨシオさんがいるしいいか。あーそうやってすぐに乗り換えて。今日から君が僕のずっともさ。そう言ってるといつかいたい目見るぞ。大丈夫だって。よし、さらにキノコも取れるのはありがたい。クソ、食べられなかったか。ことごとくしかしてたな。それよりコンベアの足場は気をつけなきゃね。ほっとこことか反転してる。オッケーオッケー。結構進んでると思うが、ゴールは近いのかしら。ワンチャンボス戦があるかもしれないね。あー、ヨシオさんだ。あー、これは助けられねえぞ。痛いね。見ちゃったわね。あんなの初見殺しな配置じゃんか。ま、対応できなくもなかったんだぜ。あんたの責任ね。悪かったよ、ヨシオさん。さあ、表エリアに戻ってきて。お、フラワーが取れるな。スタジュニア戦か。ま、ここはサクッと倒させてもらいました。いつもこんな扱い。あ、奥にもフラワーがあるじゃん。ですぐにゴールもあるし。あ、クラウンを使えばゴールポール頂上を取れるんじゃない？ここは慎重に登ってと。あれこれワンナップできなくね？あ。判定上ギリギリいけたかもしれないけど。まあ2アップできたからよし。って、またスピランじゃねえか。最近めっちゃ当たるわね。楽しいから僕は嬉しいんだけどね。お、いきなり2アップできた。うまく踏めたら3アップまで行ったけど。まあまだチャンスはどこかにあるはず。あ、ちょっと。もう、すぐにバネで遊ぶんだから。そういうわけじゃないって。おー、よかった、ギリギリ届いた。さあ、残りは36秒ね。時間に余裕のあるコースだといいんだが。おー、よし、ここでフリーアップ確定だ。あとはゴールするだけね。鍵を取りに行く感じか？これは時間が心配になってきたぞ。さあ、鍵をゲットね。で、ドアに入らなきゃまずくね。あー、そうか、Pスイッチを復活させなきゃ。よく気づいたわね、マリサ。どんなもんじゃい。でもこれ間に合うかどうか。よーし、ギリギリ。だが、だいぶ時間を食っちまったぞ。この後すぐゴールかしら。まだっぽい。で、これまた鍵を取りに行くんじゃ。あーあと13秒しかないのよ。ちょっと待って、まさかのタイムアップもあるぞ。で、ビーム投げるな。さ
さあこれを持って左の鍵ドアに。ああもう6秒しかないわ。ああこれ鍵ドアもすぐゴールじゃないと罪だぜ。ここはお祈りしよう。ポコニャン、安らかに。でもだ死んでねえわ。さあゴールだ。いやー、願いが通じたわね。でもまたスピランかよ。大丈夫、ここもしっかり決めて残機まで増やしちゃう。そんなうまいこといくかどうか。足元ツルツルだから壁キックスタートを決めなきゃ。んまあ確かに、ここはノンストップで行きたい。敵引っかかってるし。く、まあ誤差の範囲か。おお、またスリーアップ確定じゃねえか。よしよし、完全に流れが来てるね。ここは右の土管に入ると。で、何してんだし。いやちょっと順路がわかんなくて。結構なタイムロスしてるわよ。さあゴールが。いやまだ走るみたいだぞ。ああこれ間に合わない。ちょ、なかなかシビアなのね。さあさっきより2秒短縮してきた。この2秒で変わるかしら。ヨシオさんがサンクスだってよ。こちらこそありがとね。それどころじゃないって感じね。よかったダイレクトゴールだ。ふう、一回失敗しちまったが。でもプラス2だったよ。86機まで持っていけたわね。って、なんじゃこや。倒れなくない。あ、左上になんか表記されてるぜ。十字キーの下と右。右下ってことね。まさかこれで通れるってことか。本当に通ったわ。いやー、これは初めて知ったよ。そもそもこんなギミック見たことなかったしな。ヒントがなかったらわかんなかったわね。よし、何気に条件の50コインをゲット。で、どこに行きだし。ほら、先の確認だよ。まあ、透明度感側なの可能性もあったしね。今までこういうので散々騙されてきたからね。なんか悲しい発言だなそれ。ボコニャン詐欺に引っかかりそうなタイプ。で、それは関係ないよね。さあここは。で、お前木箱で閉じ込めなくていいから。いやー、ついついバトルの癖が。そういう頭になってるのね。って、なんだよこの形。ドッスンが左に動いたよね。ってことはつまり右に進むわけじゃないと。一応乗ってみるか。あーゴールが見えてるじゃん。それだけのことだったのね。よし、ワンナップだけだったけど順調に増えてる。って、これは。あーなんだよこれ。なるほど、アイテムは一つしか取れないと。それじゃあ、一番上にしようかな。巨大キノコ。これは、もしかして当たり？んだが他のアイテムがどうなってるかわかんねえが。太陽のカメック。確か条件は赤記号を倒すのよね。で、ここのでっけえやつか。これはある程度カメックに掘ってもらわなきゃダメか。すでに2回も食らってるんですけど。いや、下が見えないって。く。他のアイテムは、次は真ん中で。はぁ、罠のキノコ。よかったじゃない。お前いつも欲しがってるからな。いや、今じゃないでしょ。オオカメックがキノコを出してくれた。でもこれ、どうやって掘ってもらう？ある程度カメックを倒さなきゃカオスなことになるぞ。そう、またダメージ食らっちゃった。下にキノコが落ちてったが。いや、あんなところに突っ込めるわけないでしょ。甲羅で一蹴りできればね。ノコノコは出てきたが。おお、新しいキノコが出てきた。ラッキーだけど、完全に運ゲーだな。でもこれで一掃できる。決まった。たく、何やってんだか。いや、やらかした。あ、ちなみに一番下のアイテムはキノコだったよ。あ、ってことは結局巨大キノコが当たりだったのね。うん、簡単なコースだとは思うんだけどな。でも、穴は開いたわね。だが下から行くにはキノコを取らなきゃ無理だぞ。一旦上で待機した方がいいか。新しくキノコを出してくれないかしら。もしくは上を掘ってもらうか。カメックが少ないこの状況がめちゃくちゃチャンスだね。立ち位置を気にしつつ、こことかどうだろう。おお、最高の場所に穴が開いたんだぜ。でもここで突っ込むとまだやられる。火器棒が分裂するからな。で、この状況でキノコを出してくれた。おお、それは神すぎる。これでゴリ押しして。さすがにダメージは食らうな。んまあしゃあなし。オッケー、条件をゲット。あとは戻ってゴールするだけね。あの甲羅には気をつけろよ。キノコを取って盤石な状態にしよう。で、嫌いのかよ。もう、ドアに入るだけじゃない。今も普通に入れただろ。ごめん、もう戻ります。たく、最初からそうしてれば。まあでも今回はプラス8まで持っていけたな。前回減らしたからこれでチャラだね。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。